ロザリンは見知らぬ地で果てていった。君たちのように共感性に欠け、言い訳ばかりで国に身を潜めるお偉方には想像もつかないだろう。ならばさっさと口を閉じろ。子供たちが泣いてしまう。大丈夫ですか？申し訳ありませんでした。この道路はまだ開通前の私有地だったので、こちらにご連絡いただければ後のことはすべて。私、白戸由紀子と申します。そうですか。そう、今時異国の人間なんて珍しくもないでしょ。それとも私のスタイルのせいかしら。ホームシック？ガサツな体に似合わないわね。まずそうよ、そのおじさん。ここまでで結構。チャオ。いいですか、私もフレット長官直属のオフィサーです。魔法には多少の心得もあります。怪しい動きをすれば実力行使も辞さないですからね。長官の考えが理解できたわ。あんたは永久危険人物、絶対逃がさない。ようこそ諸君。このアーノルド魔術学院は世界最高峰の学び屋だ。今この場にいる諸君は魔術師としての才能が認められたものである。私がアーノルド魔術学院学院長、アビー・ガーネットである。以上だ。よく聞いて。いい？そのおじさんの手を決して離しちゃダメ。泣かないの、いい子だから。ほらほら、はい、おしまい。いい加減にしないとママ怒るわよ。ママのお歌は高いのよ。パパたちにお金を払ってもらわないと。ただで聞かせるわけにはいかないわ。だけどあなたたちが危険な仕事をしていることも知っています。母親としてこれ以上あなたたちにミリを預けておくわけにはいかない。あなたたちももしミリの親だったらそう考えるでしょう。いらっしゃいませ。この間も来てくれましたよね。うち高校生なんてめったに来ないし、可愛い子の顔は覚えてますから。はーい、頑張ってね。好きな子ってやっぱりあの子なのかな。綺麗な子だけど惚れたら苦労しそう。ごめんごめん。